はい、今から6人分の食事を作っていきたいと思います。今回はさぬきうどんの釜揚げ野菜たっぷりうどんです。はい、野菜をカットしてかぼちゃの天ぷらとごぼうのかき揚げを作っていきます。はい、その間にうどんのつゆを用意しておにぎりを握ります。塩おにぎりに海苔を巻いていきました。はい、うどんが茹で上がったのでのせて、はい、トッピングにレモンのスライス、ネギ、かぼちゃ、ごぼうの天ぷらをのせていただきます。はい、我が家の6人分のお昼ご飯でした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。